ヘルシーということで始まりましたヘルシー王子の時間です。本日はエクストリーム予防薬膝関節のリハビリテーション編ということでおめでとうございます。膝が痛い皆さん、朗報です。今日この動画を見ていただくことによってあなたがなぜ膝が痛くなっちゃってるか、そしてなぜ普通に病院に帰っているだけではリハビリテーションうまくいってないのか、えー、何をしなければいけないのかなどうしたら治るのかどうしたら究極に 良い状態に治ることができるのかということがわかります。なので、ぜひ、膝が痛い皆さん、膝が痛くない皆さん、すべての方に届けたい、この膝の痛みの治し方。この膝の痛みの今日ね、お伝えするロードマップを完全に理解していただければ、膝じゃない関節の痛みもすべて同じ考え方になりますので、ぜひ、最後までご覧ください。よろしいでしょうかはい。それではやっていきます、えー。まずですね、膝の痛みの治し方、えー、リハビリテーションですけども、なんと、5ステップ。 オンリーファイブステップ。ということで、ファイブステップ以上はありませんので、ぜひファイブステップ覚えていってください。よろしいでしょうか。はい。で、えー、今日はね、うん、まずファイブステップなんですけども、ツーステップ目から、わけあってツーステップ目から話していきたいと思います。えー、最後のね、ワンステップ目は最後に言いますので、気になるでしょ。気になるでしょ。そう。<laughs> 気になってもらって最後まで見てもらうっていうのが私の目標でございますね。 1>, っと1ステップ目がね、なんでってなるから、最初に聞いちゃうと、なんでそれいるってなるから。2ステップ目からいきたいと思います。2ステップ目。はい。まずですね、こちら、関節可動域骨アライメントを,を知るということですね。わかりますはい。関節可動域。全部漢字で書いてみました。みたいな。そういった難しめの用語になるんですけども、関節可動域。わかりやすく言うと、関節が動く範囲。 ということですね。わかりますはい。はい。関節が動く範囲をいい感じにしましょうってことです。マックス動く範囲っていうところまで持っていきましょうねっていうことですね。で、膝であればこう曲がって伸びる。で、このね、関節可動域が、まあ、正常値がわからんっていうね、タ、うん、ピーからの指摘があったんですけども、正常値とかは、まあ実際ね、覚えとく必要はない。だから、チャット GPT4O にね、聞いてもらえばいいんですよ。で、実際に私ね、聞きました。 はい。膝のリ,リハビリテーションの、えー、に関して、正常値、えー、正常の関節稼働を教えてくださいということなんですけども、屈曲、まず膝が曲がる、こっちですね、曲がる。を、うん、こちらの正常稼働器、135から145って言われてます。うん、<laughs> はい。はい。こう、これぐらいですかね。あ、ちょっと、これあの、<laughs> 模型なんでね、これ以上いかないんだけど、それぐらいいくと正座できるってことだね。じゃあ、正座ができれば OK、うん。そう。だけど、まあ、正座をね、しに行くっていうのは、例えば、 半月板の手術後の方とかはね、無理やりしに行っちゃう方とかがいるんで、もしそれを教えると。うん。なんか、上から体重をかけて無理やり捨て出しようみたいなことをやり始めるんで、それはやめてください。うん。そういう形じゃなくて、負荷をかけずに行くかどうか。これを、あのー、指標にまずね、してほしいと思います。じゃあ、立った状態で、普通に足を曲げるとかでもいいんですか、うん、えっと、立った状態で足を曲げると、こっちの曲げる筋力も関わってきちゃうから。うん、できれば、えっと、うつ伏せで寝て、 せで寝て足を曲げる、はい、そう、重力をなくした状態で足を曲げる。あなるほどそうすると、まあ、可動域チェックになるから。それが、まあ、お尻とかまでペタってくっつくと、OK みたいな、オッケー。そうだねそう、お尻までくっつく人はかなり可動域柔らかいと思うんだけど。うん、135度だった、まあそ,のそこで、まあ、軽く押してお尻につくぐらい。まあ、実際やってみるよね、みんなわかると思うんだけど。はい。どうかなちょっと今やってみよう。 あでも、お尻つかない。あいしょ。これぐらいですか。それで、こんぐらいでしょうん。匂いでこんぐらいだから。うん。で、ここから、まあ、軽く、ね、押さえて、まあでも、ここはさ、あの、どれぐらい力入れるかって結構難しいじゃん。うん,うん。だから、分かってきたら、関節に負荷のない範囲で、もう、えの筋肉が伸びてるなっていう、範囲で、あの、やれるようになるんだけど。これがさ、た、あの、多動的可動域っていうの、これは。うん,うん。他の人に動かされて これが自動的な可動域まずは自分の筋力でいける範囲ぐらいをチェックしてもらえばいいんじゃないかなと思いますでまず、うん、膝が痛い人にやってほしいことは自分がどれぐらいの可動域かどうかっていう部分なので、はい、まあうつ伏せになって膝を曲げて、はい、で今がどれぐらいかっていうのを写真とか撮っておくっていうことが大事です、ねうん、あそれは大事じゃないそのリハビリの自分の経過として、はい、あの写真撮っておくっていうのは大事、うん、はいそうですね はい。で、次、進展っていう可動域ですね。はい、進展膝伸ばす方ね。うん。だから、これは約、ま0度から、まあ、行く人は5度から10度ぐらい過神展って言って、0度より伸びるよっていうことが言われてます。まあ、どっちかっていうと、その歩行とかランニングとか考えると、えっ、ー、と、屈曲も大事なんだけど、特に手術後の方とかは、進展の可動域結構大事です。うん。膝が伸びきらないっていう状態が起きてくるから、膝の痛みのある人たちは。<laughs> 進展の可動域がちゃんとゼロ度になるのかっていうのも大事なんだけど、ぶっちゃけ言うと、このゼロ度になること以上にね、ゼロ度にはなってんだけど、この頸骨が、あこ,れこの骨頸骨ね、すねの骨頸骨で、これ大腿骨あの、太ももの骨。これがあの、どの位置にあるのかっていうか、これあのちょっとね、細かい話になっちゃうんだけど、ちゃんと大腿骨の下に頸骨があるか、太ももの下にすね、えー、の骨があるか。 これが1、2ミリずれただけで、めちゃくちゃ関節面に負荷がかかってきますから、うん、これが前に行っちゃったり、後ろに行っちゃったりする。大きく、あの、主に後ろに行っちゃうんだけど、伸びきらないときに、ね。うん、無理やり伸ばして、ゼロ度いったわっていうときに、うん、ちゃんと、ここが、蛍骨が前に滑ってる、くることが必要になるから。蛍光は後ろにいても思いっきり無理やりやるとグッてなるんだけど、それは、例えば、後ろの硬さだったり、前の硬さがあったりするわけ。はい。ちょっと上級編でした。だそこが見れないと、 あの進展ゼロ度ですって言ってもいい進展なのか悪い進展なのかというのが変わってくるて。OK、かな進展のセルフチェックはどうしたらいいですか,か進展のセルフチェックはねだから左右をまず比べるってことだよね。いい方の足と悪い方の足を比べて、うん、足伸ばしてってうんそうで足の伸び感が一緒かってだからちょっとでもさ伸ばす最終最後の伸ばすところであの硬さを感じる違和感がある状態、うん、だからセルフチェック。 やるとまずはさ、普通に、普通に長座とかでさ、やるじゃん。こうやって。うん、で、これで曲がっちゃってる場合は、こうやって浮いてくるうん、うん、これで、ああ、いってねえなって分かる。これは大きく曲がんあの伸びない場合だよね。でも、ここまで行くんだけど、なんか、なんか引っかかりやるなみたいな。うんいう時もあるわけ。かる。か例えば、こうやって今度は、足上げて、伸ばしていく。 そうすると、その足の後ろの方だったりに引っかかり感、伸びなさ感っていうのがどっちかにあると思うんだよ。い方に。なるほど。うん。そういうのでチェックする。で、あとは、この普通に新脚側だったり、こういう伸ばし方した時に、この伸び感に左右差があるかどうか、いい方と悪い方の足に左右差があるかどうか。うんうん、こういう形でチェックしていってください。 で完全にこれがいい状態になってないまま、えっ、ー、と、トレーニングを始めてしまうと、はい。関節のどこかに負担がかかるから。まあ、うん。良くない状態でトレーニングをしないでねっていう。だから、ステップ。第二ステップなわけ。まはあ、<OK> 知るっていうところそうそう,そうで。次、可動域ね、この膝屈曲伸展だけじゃないのよ。実は。うん。で内旋っていう動きがあるから。 これが正常域が約10度から15度って書いてある、ね。この太ももの骨に対して、すねの骨が内側にねじれますかっていう数。うん。一応ね、チャット GPT が言うには、膝を90度曲げて、足をこう、内側にひねれる角度を見ますっていう。ああ、なるほど。もちろんこれも見るけど、えー、っと、僕らはこの膝を伸ばしきったところ。 での動きっていうのも見ていきます。はい。次、外旋。えー、正常域は30度から40度。外旋ね。それも、膝90度曲げて、外にひねるかどうか。これも見ていきます。はい。はい。もう内外旋はさ、やっぱ膝伸びきったところで、しっかりと動くかっていうのは、そういう大事なんで、あ、伸びきったところでっていうか、そういう正常なね、スクリーフォームムーブメントっていうのがあるから。 えー、聞くとき、スクリューフォームメントわかりますいやー。かんない。スクリューだから、なんかねじれてるかなそう。これもね、わかんないときはね、こう、チャット g p で聞く。そうだよね。すごいいっぱい出てきた。<laughs> 優秀です。そうですね。そ進展。はい。 ということで、まあ、あの、膝が伸びきるときに、そうですね。膝が30度の角度から、えー、そうですね。膝が30度の角度から、屈曲から完全進展に近づくと、大腿骨の内側下が内側に回転し、相対的に肩骨は回転します。えー、これは通常肩骨の回転として説明されます。ということですね。OK ですかね。伸びきるときに思って こういう動きが内外線出てこないと、この膝の骨、ね、太もも側の骨と蛍骨側の骨がグッと合わさってこないから OK、うんはい。で、今、ステップ2を説明しました。で、これが、えー、そう、関節可動域、骨アライメント。ね これを取っていきましょう。ね、良くしていきましょうっていうのが、まあ、第一段階、まあ、第二段階の、第二ステップのケアの段階ですね。これに関わる筋肉たちを全部ほぐしてください。そして神経の圧迫を取ってあげてください。これによって気合が、あの、成り立ちます。で次に、ようやくそれが良くなってから、次、3ステップ目の神経筋側痛というところに入ります。神経筋側痛っていうのは、脳の、脳から来る電気信号と筋肉をつないでいく練習なんだよね。で、これが、あのー、 膝の動きはね、一回悪くなっちゃうと、一回可動域がなくなっちゃうと、その悪くなった可動域を動かすだけの時の筋肉っていうのが働くなっちゃう。働かなくなっちゃうから。それで、可動域を良くした後は、絶対そこの可動域を扱えるようにする神経筋トレーニングっていうのが必要になる。で、それで、さらに、あの、それが良くなってくると、筋力のトレーニングが必要なんだけど、えまあ、そのステップ、 を言うと、まあ、過重なしでのエクササイズ、最初にやります。重さをかけないでエクササイズします。うん。ま、免課状態っていう。次に、荷重ありでの等尺性のエクササイズ、あ、過重ありでのエクササイズをしていくんだけど、そこにもスリーステップあるわけ。最初は等尺性のトレーニング。筋肉の長さを変えないでトレーニングする。理由は、えっと、関節の動きがそれが一番安定するから。動かさないから。次に、球収性のトレーニングをする。球収性っていうのは、筋肉を短くする側に動かすトレーニングをする。 これは、えー、その次に出てくる遠心性のトレーニングよりも筋肉に対する負荷が少ないで吸心性がちゃんとできるようになったら次遠心性のトレーニングをしていく、えー、筋肉の長さ伸びながら疲れるっていうことをトレーニングしていくのねそしてそれができたら最後にプライオメトリックストレーニングっていうのをしますこれは、えー、重力プラス勢いをつけた加速度を持ったトレーニングをしていくってこと素早いトレーニングだったり切り返しのトレーニングっていうのをしていきますはいどうでしょうかトレーニングについて話しましたけど質問ありますか、うん 難しい、まあ、例えば例えば例えばさ、まあ、荷重なしでのエクササイズっていうのはどういうことかっていうとえー、っと例えば膝の内外線エクササイズでいうとこの体重かけない状態で座ってさこうやって内旋させてみたりするわけようん、うん、内旋、外旋、うん、内旋、外旋、うん、これで、まあ、ハームストリングの動きだったりとか関節のほかの軟部組織が。 制限してないかなっていうのをチェックしながら動かしていく。これは神経筋側痛ね。荷重なし。はい、別に荷重あり、荷重ありっていうのはさ、あの、本当は体分、体重の何分の1とかで何、何分の1荷重とか言ったりするんだけど、例えばやけど、今すごい軽い負荷をかけるとすると、かかとを後ろに引きながら、例えばもうこうやって摩擦力を使って、かかとを後ろに引く。これでも少し自分で足で体重をかけてるじゃん。体重っていうか、力をね。 これすごいか軽い荷重です。OK? うん。で、次に、じゃあ、2分の1荷重とかで言うと、これ、両足ついて、じゃあ、スクワットしようって言ったら、これ、片足には2分の1荷重がかかってる。2分の1の体重がかかってる。うん。で、次、片足スクワットしようって言ったら、これ、体重全部かかってるよね。全荷重。ケー。はい。で、これで、まあ、体重全部かけたら、全荷重で、次、ダンベル持って、これやったら、もっと荷重がある状態。 になるわけ。だこれを段階を追って全部、あの、クリアしてってから次に進む必要があるわけ。で、膝のリハビリでうまくいかない人たち何やってるかっていうと、すぐ荷重をかけちゃう。だから関節可動域は良くなってないのに、例えばジムに行ってみるとかね。すぐ荷重をかけ、かかっちゃうのよ。でもそれをすると関節の動きはまだ良くなってないし、その上がった可動域分使える神経筋ね、トレーニングできてないから、はい。もうそれだと良くならないよっていう話です。 なにそのクリアできたらっていうのはどういった基準になるのか、うん、あクリアできたらの基準、うん、それ結構難しいね。それが分かんないって、うん、いつ基準を作ってみたいのが分かんないやっぱりそれを分かるためにはあの自分で筋肉を触ってさ、はい、でもこの時に内側ハムストリングすると外側ハムストリングを触って膝を内旋させるじゃん。この時にあ内旋させた時に内側ハムストリングに緊張があるなと。うん、外側ハムストリングが抜けてるかどうか。 これを触って分かる能力が必要な。えー、<laughs> これだって触って分かんないんだったらさ、うまくいってるか分かんないから。うん、これが神経筋側痛なんだけど。それでうん。で、これで、あ、内側ハムが効いてますねと。外側ハム緩めてますねと。うん、分かったら次荷重をかけていくわけ。えー、で、じゃあ1 2分の1、例えばね、軽い荷重をかけるわけよ。こんな摩擦力を使いましょうと。はいで。この時に関節の 骨の位置関係荷重が強すぎたら膝がバランス悪くなったり骨の位置関係がこう前にずれたり後ろにずれたりとかするわけわかる、うん、でこれがうまくいってるかどうかをう自分で分かんなきゃいけないね何ができてたらうまくいってるんですかだからこの関節のイメージをしてこれが前にずれてたり後ろにずれてたりしないっていうことを分かるようにならないっ骨がもう感じ取れるような状態っていうこと、はい、で次に荷重かけていくわけじゃん でゃ、2分の1過剰になったときに、じゃ、ここでスクワットするとするじゃん。うん、まあ、スクワットがいきなりやるべきかは、それは置いといて一回ね。メニューはスクワットだけじゃないから、今説明のためにスクワットをやってるけど、うん、これやるときに、じゃあ膝の位置がずれてないか、ぶれないかどうかね。だか骨を、こうやって動いてるときに骨が見えないといけないの。うん、今これは骨見えてる。うん。とか、こうやってスクワットしてるときに、じゃあ大臀筋が効いてるのとか、とか、腸腰筋が入ってるかとか、これも見えなきゃいけない。 ね、それは、えー、と自分で、まあ、どこの筋肉にどういう緊張が入ってるかっていうのが分かるようになることが大事それ,ですかそれはそういうことを考えながら日々エクササイズすると分かる,ようになるあとは分かる先生にちゃんと確認していくことやね今これ入ってますか今何筋入ってますか何筋入ってないですかっていうのを聞いていくうでそもそもそもこれまで説明したところで分かると思うんだけど 一人であのまず難しいな、ね、これ、まず。うん。チェックしないといけないから。<laughs> <laughs> だから、あの、ちゃんと分かってる先生のところで、リハビリをやってくださいっていうのになるんだけど、自分で分かるために、自分でできるようになるために、まず分かってる人に学ぶっていうことがまず大事になってくる普通にリハビリの先生に、うん 筋肉の緊張を見ててくださいって言えばできるんですかあそう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  PT の先生に、うん、まあ病院であればね今何菌入ってますか何菌狙ってますか何菌どうなってますかっていうふうに会話をしないといけないわけ、うん、基本的にはリハビリの時間でそれって足りないから保険点数でできるリハビリでは基本的に時間が足りないそういう会話をしてる時間がないしえっ、ー、と、まあ、それをするためには大前提としてまあ ステップ0の話をするけど、あ、ステップ1の話をするけど、飛ばしたやつね。はい。ステップ1で、えっと、解剖学を勉強するっていう段階が必要なわけです。そうじゃないと、理学療法士の先生とこう会話ができない。うん、うん。何菌入ってますかって聞けないじゃん。何菌がどこにあるか分かんない。うん。だから何菌がどこにあるかちゃんと準備をした上で先生と向き合ってください。うん。 それでようやく時間内でできることの量が増える。それでも絶対足りないけどね。保険転生できる量っていうのは大きいですかね。ステップ3まで来ました。はい、はいで。そこで、まあ、大体だから、自分の自重は絶対扱えるようになってなきゃいけないし、あの歩行の段階で片足に乗る、歩くってことはさ、歩けるようになってくること、ここ一瞬でそう、一瞬だけ片足過重になる時とがあるわけじゃん。 だから片足全荷重を耐えれる筋力がないのに歩行訓練を始めるっていうのはすごく危険なのね。だからマジでやめてほしい。なんか膝痛い人とかめちゃくちゃ歩き始めるんだけど膝痛いおばあちゃんとかが歩行訓練してんだけど、うんうん、マジでやめてほしいなっていうふうに思う。<laughs> えじゃあそれできないし自分の車椅子になる人要ないんだけど自分の関節に荷重をかけてはいけない状態なんだっていうことを理解してほしいなと思います。<laughs> OK? 質問は歩いてはだめって言うけれど、うん、何して OK なんですかっとだからステップ1から順番にステップン解剖学を知るまず解剖学分かってない方は解剖学を勉強してくださいそれをしない限りリハ,リハビリテーションっていうのは絶対にできません解剖学を知ってトレーニングをするぞってなったけど、うん、それまでの間どうやって過ごしたらいいんですか、うん、だから関節可動域を上げることを次やってください日常生活はどうしたらいい日常生活はもうかばって歩,歩いてくださいかば かばう、かばうっていうのは、関節に無駄な負荷をかけないでほしい。自分のレベルに応じてね。関節可動域が上がってんだったら、その関節可動域までは使っていいよ。<ー>でも、関節可動域が上がってないのに、要は、無駄に伸ばそうとしたり、無駄に荷重をかけようとするじゃん。例えば、正座ができないから正座してみようとか、<ー>もっとグッグッみたいな。<laughs> よくあるのよ。なんか、ヨガの教室に行きますみたいな。<laughs> なんか、全然関節可動域良くなってないのに正座しろって言うから、うん<ー>、うん、みたいな。 もっといかないかなしらみたいなこれがリハビリテーションかしらみたいな感じでやるわけじゃん、うん、それリハビリじゃねえか関節への冒涜だからいじめだからやめてっていう関節可動域を上げるにはどうしたらいいんですかでそれはそのいろんなテクニックがあるよね例えば軟部組織のリリースだったりとか筋をマッサージするのかとかいろんなテクニックがあるストレッチングをどうかけるかとか、うん、や振動刺激を入れてみようとか圧刺激はどれぐらい入れたらいいかとかねじゃあ神経神経の方を緩めたらどうかとか テクニックがあるからそれもテクニックをまあ勉強してくださいそのために私たち施術セミナーもやってますし、えー、分かってる人の施術を受けることによって、まあ、学んでいくっていうのが通常のセミです関節可動域がないけど、うん、それで、まあ、なんかストレッチしたら関節可動域上がるかなって思いがちだけど、うん、そうではないってことですねそうではないですね、うん、で筋肉が硬くなっているもしくは軟部組織の癒着軟部組織っていうのはなんか分かりにくい言葉だけど 筋肉だったり、脂肪組織だったり、うん、皮膚だったり、皮膚の下にある組織だったり、いろいろあるわけじゃん。うん、筋膜とか。そういうのが癒着って言って、コラーゲン組織が少し硬くなってゼリー状になってくっついちゃってる場合っていうのは、ストレッチじゃ伸びないからね、そこは。うん、そこは、適切なじゃあつまむ刺激なのか、擦る刺激なのか、いろいろ入れてあげなきゃいけないわけ。いいね、<laughs> 狙って。その硬いところを狙って。<laughs> で、それを無視してストレッチをしていくと、 柔らかいところが伸び硬いところは伸びないというところで柔軟性のアンバランスさが助長されるから知らないでやり続けると逆効果になるはい、はい、で次まあ今ステップ3で筋力をね神経筋側痛基礎筋力の回復というところまで来たんだけど次ステップ4で筋肉の緊張を抜くっていうのが出てきたここでもう一回、えー、いい動きをするためには筋肉の緊張を抜いていく必要がある はいうん、で、最後に、ステップ5で連動性を高めるっていう段階になるから。うん、もう筋肉の緊張を抜くとか、連動性を高めるっていうのは、もうめちゃくちゃなかなか難しい話になってくるから。うん、そうですね。あのー、まずはステップ3までやってもらって、うん、またその後、4、5についてはね、えー、語っていきたいなというふうに思います。大体だからこれを習得するまでに、本当にあ、私の場合は毎日3時間のリハビリテーションを3ヶ月続けて、ようやくステップ5、 まあ4、5あたりまで行けたっていう経験があるから、自分の実際の膝に、うん、私の膝にね、うん、そう、私あの、医者なんですけど、テニスのね、日本ランク108になったことがあって、それで、自分の膝のね、リハビリテーションっていうのを乗り越えて、そのランキングまで行ったんで、うん、その時の経験では、まあ、実際それぐらい必要だった。普通に1日1時間とかでやってる人たちは、まあ、少なくとも1年間は学び続ける人が。 長いです、ね、普通の人はだからそんなにできないから3年間ぐらいは学び続ける必要があるよっていうのは僕は言いたいことですでも実際学んでなくてもできている人もいるんじゃないですか、はい、いないですあのこれ膝のリハビリでちゃんと治った人俺一人も見たことないの病院でええー、そう <laughs> <laughs> 人も見たことないえじゃあ手術したらもうずっと痛いの、うん、ずっと可動域が悪いだからステップ2で止まってたんらステップ1がまず行われないから解剖学を学ばないからみんなじゃあ何か痛いなとかなんか曲げらんないなって思いながらずっと生活しないと、うんうん、ずっと生活してるうん<ー>ステップ1がいかないから2もいかないのな関節可動域は正常まで戻らないしその状態で生活するから最終的に人工関節になるわけ うん、関節。要は、関節科学は戻らないと軟骨にずっと負荷がかかるから。うんうん、それで軟骨が削れて痛みがもっと増幅して人工関節になる。えー、だから人工関節の手術がもうなんか耐えないっていうか、もう大人気というか。体制経過の仕事が人工関節の手術になっちゃう。うんうん、OK かな、はいで。このロードマップを1から、ね、5までちゃんとやっていただければ、絶対手術とかはもう必要ないから。 100歳まで生きても手術は必要ない。でもこれをやってる人がもう一人もいないんだわ。残念だ。うん、なぜなら病院のドクターはこれを勉強してないから。うん、病院のドクターもこれやってないから。ドクターの関節化の時はまず悪いから。わ <laughs> <laughs> かるわけないよね、そんな。確かに、うんまあ。理学療法士でも多分自分の体ここまで生きてないと。あそうですか。ほとんどの理学療法士さんは自分の体をここまで考えられてないし。し、この知識も、まあ、今言ったことのまあ半分ぐらいが 学校で教わる知識で、半分は学校じゃ教わらない知識やから、理学で欲したん思す。筋肉の力抜きましょうとか、ない連動性を高めましょうとか、ない、ない。ので、えー、ぜひね、えー、もっと知りたいよって方は、あのちゃんとね、本当に自分の膝良くしたいよって方は、概要欄のメールマガジンの方おください。はい。ということで、はい、これで以上かな。はい。 はい、それじゃあ、あのー、皆さんの健康と幸せを心から祈ってますしこういった情報が社会に伝わることで世界の、ね、100歳をスキップさせるっていうのが私のミッションになります、えー、今まで、ね、やっぱ日本の病院で見てきても誰も到達したことのない領域だと思います誰もちゃんと膝を治した人を見たことがないなのでぜひねあなたがその人類の歴史を変える最初の一人になってほしいなというふうに願っていますそれでは毎日ヘルシー王子<ー>ヘルシー